先生どうしたんだね。ちょっとあれを、ホタルの遺伝子で私が印をつけた細胞です。大垣君の部屋だ。俺たち以外に貞子を追っている人間がいる。俺たちの動きを全部知って先回りしている人間。吉野さんか、宮下先生、もしかしたらあなたの息子さんかもしれない。俺に残された時間はあと4日。陽一と吉野には6日と半分だが、ビデオに隠されたメッセージもまだ完全には解けていない。三原山、貞子の母山村静子、お前は来年子供を産む。生まれた子はおそらく貞子、残るはこの肩に傷のある男。一体誰だ。吉野です。河村君、警察が柏田元刑事殺害容疑で高山を追ってるらしいんです。吉野さん、なんか高山のこと知ってます？高山、あ、さあ、ごめんなさい、わかんないや。じゃあね。基礎臨床ともほぼ 70% の票は取りまとめました。学長選まであと1週間、長尾教授にもはや勝ち目はありません。あれだけの金をつぎ込んだんだ、今さら負けるわけにはいかないよ。なんだ君、ノックぐらいしたらどうなんだ。何をするんだ。私に学長選を降りろと。はい。大垣主任による長尾教授への重大な妨害工作が見つかったんです。大垣主任はあなたの部下ですよね。妨害工作なんて私は聞いとらんよ。ここは刑事事件にすると言ってます。穏便に収めるには先生に降りていただくしかありません。彼女は高山の妹。何が彼女の心を閉ざしてるのか、もう少し時間をかければ分かると思うわ。もうちょっと待って。それから培養中の細胞を盗んだ犯人ね、ほぼ掴めたの。細胞が見つかれば心臓麻痺の原因もすぐに調べられるわ。あと4日。まあ信じてるわけじゃないんだけど、でも私にできることはやってみるわ。麗子さん、俺が理恵子さんに渡したレポート誰かに見せた。どうして。俺たちの動きを全部知ってる人間がいるんだ。俺たちの周りの誰か。容疑者、ちょっと確かめたいだけなんだ。人をうかつに信用できる状況じゃないわね。浅川さんが私疑うのも分かるわ。
教授正式に学長候補を辞退したらしいです。これで次期学長は先生で決まりですよ。まだ早いよ。先輩、本当に私たちの誰かを疑ってるんですか？そういうわけじゃない。それでも私は構いませんけど、先輩がどう思うと私勝手に先輩の味方ですから。先輩、あれ昨日の刑事さんじゃ。なんかすぐ連絡した。はい。ああ、どうも。昨日は捜査にご協力いただきまして。柏田刑事を殺した犯人の目星は？吉野さんの話をもとに今高山隆二を追っています。今のところ家にも大学にも姿を見せていません。高山はこちらにも立ち回る可能性がある。それで何人か張り込ませてもらっているところです。もし何かあったらすぐにご一報ください。どうしたの？ダメよ、まだ動いちゃ。先生、私もう大丈夫です。先生のおかげです。体もほらね。だからもう帰ってもいいですか？うん、ダメ。学校に戻りたいんです。友達にも全然会ってないし。じゃあ簡単なテストいくつかさせてちょうだい。あなたが本当に良くなったのかどうか。大丈夫です。良くなったことは自分が一番よく知ってます。だから先生もそれを確かめたいの。どうしてですか、舞さん。ねえ、帰ってもいいでしょ。兄に会いたいんです。兄のところに行かせてくださいね。いいでしょ。今は医者の言うことを聞いてちょうだいね。あなたが早くお兄さんに会えるように。閉じ込めようとしても無駄よ。兄は必ず私を迎えに来ます。妹はどこにいます？今会わせられないわ。どこだ？答えろ！妹はどこだ？答えろ。
兄ちゃん、どうしてもっと早く来てくれなかったの？あの医者は私を無理やり喋らせようとして怖かった。ずっと待ってたんだよ。ずっとお兄ちゃんに会いたくて。ねえ、もう一人にしないよね。どうしたのお兄ちゃん、私を一緒に連れてってくれるんでしょ？今はダメだ、もう少し待ってくれ。どうして、どうしてそんなこと言うの？ねえ、いつか必ず。お兄ちゃん。ここです。見ないで、警察が気づきます。逃げるならなぜ来た？最後に一度だけ妹に会いたかった。私が変わってしまわないうちに。変わるってどういう意味だ？もうすぐ私はあなたの敵になる。あなたに災いをもたらす悪魔になる。悪魔？でもこれだけは知っておいてほしいんです。私が何をしようと、どんなに変わり果てようと、妹は関係ない。妹は何も知らない。おい、あのね、青梅の佐田中央病院からね、お前に手紙が来てるんだよ。速達だから何かあるといけないと思って。佐田中央病院、舞さん、吉野と言います。そばにいたの覚えてる？どうしてみんな兄のこと人殺しって決めつけるんでしょうか。兄は悪いことなんか何もしてません。吉野さんも
兄が人を殺したって思いますか？私、小さい頃両親を亡くして、おじさんとおばさんの家に預けられたんです。おじさんたちにとって私は厄介者だったらしくて、でも時々お兄ちゃんがこっそり私に会いに来てくれたんです。舞、舞、お兄ちゃん。しー、いじめられてないか舞。ねえ、お兄ちゃんもこっち来て。ダメだよ舞。お兄ちゃん。舞。ん？目をつぶって。手を出して。どこにも行かない。いつもお前のそばにいるよ。それから私、大きくなったら絶対一緒に暮らそうって兄と約束したんです。変でしょうか？ううん、少しも変じゃない。舞さんの気持ちすごくよくわかる。パパ、おかえり。おかえり。おかえり。ただいま。これだよ、うん、パパ、おそば。おし、終わった。じゃ準備して待っとけ。やった。夕飯まだだろ？うん、よかったね、ようちゃん。パパとご飯一緒だ。貞子様、あなたを探しておられる方と出会い、この手紙を託しました。最近だんだん意識が遠のいていくのが分かります。22年前、あなたは療養所の医師と二人どこか遠くへ行ってしまった。あの時、彼といることを選んだあなたを私は少しも恨んではいません。今でもあなたを愛しています。療養所の医師。パパ、できたよ。ゆういち、ごめんな。お父さんまた出かけなきゃいけなくなっちゃった。本当ごめんな。ゆういちゃん、おばあちゃんと一緒に遊ぼう。やだ、パパと遊ぶ。遊ぶってパパ言ったもん。そんなこと言わないで。やだ、パパとじゃないとやだ。パパの嘘つき。パパの嘘つき。
舞さん、本当にまだ良くなってないんですか？うん、彼女にね、いくつか心理テストしてみたの。彼女の中にあるのは高山のことだけ。お兄さんのことが好き、好きだから一緒にいたい。どうしていけないんですか？羨ましいくらい純粋な愛情じゃないですか。本当にそう思う？ねえ、あなた誰か好きになるとき、どんな風にして好きになる？例えばすっごく好きだと思っていても、心のある部分では疑ったり憎んだり、この野郎と思ったり、二度と口聞いてやるもんかと思ったり。でもそれでもなんかこう惹かれていかない？そういうその気持ちの繰り返しじゃない？でもね、舞さんの場合は違うの。あの子の中には高山についてのいい思い出しかないの。ただ会いたい、一緒にいないと辛い、それだけ。そんなの本当の愛情じゃないわ。本当の愛情じゃない？もしかして作られた愛情かもしれない。誰かがあの子に感情を植え付けたとしたら、お兄さんを好きになるようにと。そんなことできるんですか？人が勝手に他人の感情を作り上げるなんて。ある程度技術を持った人間が時間をかければね。もっと浅い心理のレベルでは普通に行われていることよ。洗脳とかマインドコントロールとか聞いたことあるでしょ。とにかく彼女の中にはもっと重大なことが隠されてるわね。はい、じゃあ夕方まで届けに来ますから。はい、どうも。先日はどうも。あ、どうも。お忙しいとこすいません。ちょっとお伺いしたいことがあるんですよ。これですかな？あ、恐れ入ります。拝見します。私が療養所の警備員をやってましたのは、事件があって閉鎖される2年前までです。事件当時の職員はこれとはいくらか違ってたかもしれませんが。おめでとうございます、長尾教授。理恵子さんの研究室の長尾教授、以前八王子の結核療養所にいたはずなんだ。なんかその時のこと聞いたことないかな？ないわ。あまり昔の話なさらない方だから。生駒貞子はね、その療養所の医師と一緒に聞いてるんだ。じゃあそれが長尾先生かもしれないんだ。じゃあ分かった、とにかく調べてみるわ。ちょっと借りるね。昭和42年から52年までの記録だけが残ってないの。それから浅香さんが私に送ってくれたレポート、うん、先生の部屋にあった。私の容疑は晴れたかしら？長尾先生も読んでらしたみたいね。もしかして貞子を追っかけてた人間って。先生。
しいですか。あ、なんだね。ちょっとお話が。あ、私の友人で浅川さんです。以前ご挨拶だけはさせていただいたんですが。ああ、覚えてますよ。まあまあまあ、どうぞ。実はちょっとお伺いしたいことが。はい。生間貞子という女性ご存知ですか。生間貞子。はい。さあ、以前先生は結核療養所の医師をやっておられましたね。その時の患者の恋人だった女性なんですが。いや、結核療養所にいたことはないよ。第一は私の専門外だし。あの、失礼ですが、昭和42年から52年までの間というのは先生どちらにいらしたんですか。42年。ね、あの頃はニューヨークのホールド医科大に留学していたね。すまないが、これから約束があるもんでね。失礼するよ。お役に立てなくて申し訳ない。あの、実は先生、うん、私の全く個人的な資料が先生の部屋にあったんです。先生読まれたんじゃないでしょうか。本当かね。それは気づかなかったな。何かの復讐に紛れ込んだんじゃないのかな。すまなかったね。いや、学長就任おめでとうございます。あとは約束通りインフルエンザの予防接種に天然痘のウイルスを混入していただくだけです。ああ、ご存知の通り我々の提供するウイルスは弱毒化したものです。病理学教室の人間で実験した通り死に至ることはほとんどありません。それでも十分世間はパニックに陥る。国内にあるワクチンは我々マーラーケミカル財団が密かに保存してあるものだけ。しかし今すぐというわけにはいかんよ。考えてもみたまえ。天然痘のウイルスは一度盛りかけて実験用のマウスに感染したんだ。マウスは我々が全部処理しました。心臓麻痺、それ以外の痕跡は見つからなかったはずです。だがその後で不審な心臓麻痺で死んだ人間が何人か見つかったんだ。うちの研究室の助手はマウスの心臓麻痺と関係があるんじゃないかと疑ってる。先生、柏田刑事、森山劇団員、あなたの過去をもみ消すために我々がどれだけのことをしたか忘れたわけじゃ。分かってる。
亡くなった管理人の細胞盗んだのは大垣先生じゃなくて長尾先生だったのね。どうしたんですか。佐田君はそこに。よせ、お前は死んだはずだ。 あんた佐田君に何をしたんだ。お前は助かる時、佐田君に何をした。助けてくれ。あんたまさか。私が生間貞子と出会ったのは30年前。私はその頃八王子の結核療養所の医師として働いていた。貞子は下の町に住み、そこで働きながら毎日のように恋人の見舞いに来た。私は彼女の美しさに一目で惹かれた。どうですか長所。おかげさまで。お大事にしてください。ありがとうございます。いつもありがとうございます。何か欲しいものある。あの頃私は善とある医師だった。欲しいものは何でも手に入る気がしていた。胸を患った貧しい元劇団員に比べれば、貞子が私を拒む理由は何一つないように思えた。半ば優越感、半ば哀れみを込めて私は貞子を誘った。だが彼女は私を拒んだ。なぜだと私は思った。
だが私には人質がいた。森山という彼女の恋人が、私がいなければ彼の病気はどんどん悪くなっていくだろう。私は脅迫するように彼女に関係を迫り、やがて貞子も私を受け入れた。私を咎める者なんて誰もいやしなかった。しばらくして貞子はまた療養所に姿を現した。あれは忘れもしない昭和52年の夏、とても暑い日だった。耳をつんざくようにセミが鳴いていた。私の頭の中には貞子の声がはっきりと聞こえた。呪ってやる。私を不幸にしたみんな呪ってやる。私は激しい恐怖に駆られ、そして死ね。そしてそうだ、今こそ私は全てを取り戻すんだ。私はもうすぐ学長になる。ひどい、ひどい、ひどいだ。力のある者が生き残る、それがこの世界だ。そうだ、貞子は死んだ。さっきのは幻にすんな。あんたのせいで今何が起きてるのか分かってるのか。ここまで来て、ここまで来て今さら後に引けるか。先生、先生、先生、20年も前に死んでいた。高山の容疑は晴れた。一体どうしたらいいんですか。宮下先生、長尾先生も心臓麻痺だったわ。八ヶ岳の管理人と同じ心臓冠動脈に腫瘍が見つかったの。考えてみれば哀れですよね。散々悪いことして幸運の一歩手前で死んじゃうなんて。それが貞子の呪いの本当の意味だったとしたら、もしかしたら俺たちは長尾を追い詰めるための貞子の道具に過ぎなかったのかもしれない。宮下先生、
ちょっと来てください。見てください、長尾教授が隠していた培養細胞から見つかったウイルスです。増殖が進んで随分形を変えてきてるわ。ええ、見たことがありません。リング、これが長尾教授の傷口から感染し心臓冠動脈に腫瘍を作り出したんです。心臓麻痺の原因はウイルスか。やっぱり佐奈子を追ってたのって間違ってたんでしょうか。これにはビデオとウイルスってのがどうしても結びつかないんだ。ビデオを見た人間にしか感染しないウイルスなんて想像できるか。ビデオと貞子が何か関係あることは間違いない。貞子が死んだ井戸は今学校になってる。その学校からビデオは生まれた。貞子の怨念みたいなものが井戸の中に閉じ込められていたとしたらどうでしょうか。今でも貞子はそこにいるかもしれません。だとしたら井戸から白骨を掘り出して供養してあげれば呪いは解けるかもしれませんね。いや、貞子が俺たちのそばにいるような気がしてならないんだ。貞子が言ってた残した大切なもんってなんだ。これでビデオに隠されたメッセージは全部ですよね。肩に傷のある男は長尾だった。あれは襲われそうになった時貞子が見たもの。貞子それを念写した。貞子が見たもの。待てよ。俺たちとんでもない勘違いをしてたのかもしれない。勘違いってどういうことですか。